こんにちは。今日はこちらの前回セリアで購入してきたこのコアラレリーフ、これを3個買ってきてるので、まあ、できるところまで三角ショールを作っていこうかなと思います。まあ、今の時期使えそうだなと思うし、これがコアラレリーフ、カラーナンバーが3番でアクリル 87%、 ナイロン 13%、 25g、 41m 入ってます。こういうのですね。あと紫と黄色っぽい色がありましたね。まあ全部で3色ですかね。まあ私は見た限りでは3色ありました。で、今回はこういう編み方をしていこうかなと思います。これはね、長方形に編んでとかやってるんですけど、三角に編んでいきます。ではね、始めていきます。で、かぎ針の指定が8号から10号って書かれてるので、指定通り8号でやっていこうかなと思います。で、こう外から取って、まあ、いつも通りやっていきますね。まあ、どんな感じで出ていくのか、この色の感じがね。で、ここで鎖編みをしていきます。ちょっとね、目は見にくいのかもしれないですね。1、2、3、4、5、6します。で、最初の3個のところに、長編みを入れていくので、3個あと3個は立ち上がりになってますね。で、引っ掛けて1、2、3個目のところ、あ、ちょっと見にくいですね。1、2、3個目ここかな。手前1本、向こう2本、取れるところ、ここを取って長編み、ちょっと見にくいので、このやり方はやってるところがあるので、上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。で、2個目、まあ編み方は同じなので、ちょっと見にくいですね。2個目、でも絶対可愛くなりますよね、これは。だからちょっと頑張ってやっていこうかなと思いますね。3個目、一番最後のところを針入れて、で、長編み、ここでね、まあ巻き込んでいきますね。こういう糸、糸始末を後にしたくないので、こうやって巻き込んでいきます。で、また立ち上がりを6個していくときに、またここで、まあ、これはちょっと見にくいからね、今回はいつも立ち上がりのところで巻き込んでいくんですけど、まあ、後で糸始末しようかなと思います。ここから立ち上がりを1、2、3、4、5、6して、さっきのように引っ掛けて1、2、3個目のところに針を入れて、で、また長編みしますね。ちょっと見にくいですね。長編み、もうちょっとね、15でもう大きくかぎ針をしてゆったりすると、まあ、目が見えやすくなるのかもしれないですけどね。見にくいですね。もうすでに迷ってるんですけど、まあでも手前1本、向こう2本のとこを取って、長編みで、最後ここですね、多分長編みして、こう表を見てるのを向こう側にして、で、この穴の中に針を入れて引き抜いて、立ち上がりを1、2、3ですね。で、引っ掛けて、この穴の中に長編みを3個します。2、3、1個、2個目、3個目。めっちゃ可愛いですね、これ。なんかすっごいふわふわしてるわけではなくて、まあ、見た目はね、結構ふわふわしてる感じなんですけど、なんて言うんだろう。でも肌触りはすごいいいですね。1、2、3、3個目のところにマーカーしといてもいいですね。ちょっとすぐわからないんで、私の場合は。ここから長編みを入れていくっていうこと で、立ち上がりを1、2、3ですね。で、引っ掛けて、ここからマーカー入れてるとね、迷いがないから、まあ面倒にはなるんですけど、
いいかなと思いますね。引っ掛けて次のところ。手前1本。あ、ちょっと取りにくいですね。全然取れてないんですけど。ここまでですね。で、長編み。長編みしたら、今表のところを見て、向こう側に倒して、この穴のところに針を入れて、引き抜いて、立ち上がり。1、2、3ですね。こうやって繰り返しやっていきます。まあね、すっごい穴開いていくんですけど、まあ今の季節いいかなっていう感じで。で、首周りとかね、こう、冷房対策みたいな感じで、まあ巻けたらいいなって思うので、まあ、そんなにね、大きいものじゃなくてもいいので、まあ3個で足りたらいいなっていうところなんですね。まあ、とりあえずね、1玉でこれぐらい、2玉でこれぐらい、3玉でこれぐらいみたいな感じで、1回1回止まってやっていこうかなと思います。もしかしたら3玉いらないかもしれないし、ちょっとわからないんですけど、そういう感じでやっていきます。はい。こんな感じで1玉分編んできました。で、まあ、一応ね、三角なんですけど、こことここだけ測って進めていこうかなと思いますね。31センチと、まあ、こっちはね、この分横が広がってるんで、ここまで編んでるので、ちょっと多いんだと思うんですけど、こっちはね、31ないと思うんですよね。28センチです。まあ、こんな感じで、ここで、まあ、2玉をつなげていこうかなと思いますね。私はちょっとつなげ方もね、適当につなげるんで、まあ、参考にはならないと思うんですけど、今1、2、長編みしてるんですけど、引っ掛けて、こう穴に当てて、まあこれぐらいのところまでギリギリまで使いますね。で、こう同じ方に当てて、で、左で押さえ直して、で、引っ掛けて持ってきて、長編み。で、長編みのここのタイミングで、また、こうやってね、こことこの今、編み進めていくところに挟んで、巻き込もうかなっていうところですね。で、こういう風にして、またこう、手前から向こうに糸を持っていって、つなげて、で、引き抜いて、立ち上がり一つのところでまた巻き込もうかなっていう感じで。これも糸始末はしたくないからなんですね。で、また手前のを後ろに持っていって、鎖編み。今1、2、鎖編みしたので、3個目、また後ろから前に持ってきて、こう、こうとか言われてもね、私は勝手にやってるんですけど、また後ろに持っていくとかして、引っ掛けて、で、この穴の中に長編みを3個していきます。1、2、3っていう感じ で、まあいつも通りずっとやっていくだけなんですけど、でまたここ1、2、3ですよね。でここもねちょっと残ってるんで、まあだいぶ巻き込んだからいいと思うんですけど、私はもうちょっと巻き込もうかなと思うので置いてて、まあここのタイミングでねまた巻き込めるんじゃないかなっていう、こうなったところでね巻き込んでいこうかなと思ってます。で、また2玉目終わったところでまた取っていこうかなと思います。では続けてやっていきます。はい、こんな感じで2玉目全部使いました。まあ、ちょっと増えましたね。ここはつなぎ目。まあ、この辺かな。で、ちょっと測ってみます。こっちが43センチです。これもね、最後までいってないので、こっちの方が、43もないと思うんですよね。40センチぐらいですかね。41センチぐらいです。こんな感じで、また3玉目、つなげていこうかなと思います。で、さっきみたいな感じにね、糸をつなげていきます。はい、こんな感じで編んできました。で、3玉全部編んできたんですけど、まあ最後はね、1段。この1段の最後までいかなかったんですけど、一応大きさを測って終わりにしようかなと思いますね。と、
まあ、大体伸ばさないように測って、ね、53センチぐらいですね。なのでこっちはもうちょっと少なめになると思います。一番最後までは見てないので、こうやって、まあ、51センチぐらいですね。で、一応ね、その一玉目と二玉目の間がここなんですけど、まあ、ここは測ってなかったなと思って。なので、まあ、ちょっとね、ここ、そうですね、ここですね。ここの長さを測っておくと、44センチです。大体。で、次、二玉目と三玉目の間がここだったので、ここも一応測っておこうかなと思いますね、ここから。で、56センチぐらいですね。まあ、こういう感じで、まあ、3玉でね、まあ、十分首の周りは回るんですけど、まあ、よく出てきてね、もうちょっと増やしたいなと思っちゃって。だからね、ここで止めてるんですね、ほどかず。まあ、ここで完成しようと思ったら、この一段はもう、ここは足りないから、ほどくことになると思うんですけど、まあ、つけてるんですね。だからね、まあ、早めに買いに行った方がいいと思うんですけど、まあ、ロットが違ったりとかするとだいぶ色も変わってくるのかなって思うし、変わらないのかな、でもロットって気になりますよね。なので、だからね、まあすぐには買いに行けないと思うんですけど、まあ買い足して、まあこの続きをやっていこうかなって私は思っていますね。結構大きい感じで買ったからこうかけたいなと思っちゃって、まあよくは出てきますよね。でもね、めっちゃ可愛いんですよこれ。まあ、買ってよかったですね。すごい編みやすかって、まあ、この編み方でいくとね、この端の立ち上がり6個してっていう、で、その、鎖編みの中に長編みを入れていくとこ以外は、もう全然サクサク編めるので、めちゃくちゃ楽しかったですね。こんな感じめっちゃ可愛いんで、まあ、楽しいし可愛いし、いや、これはもう最高ですね。買ってよかったです。こんな感じで、またね、次の動画をすぐ撮るのかもしれないし、撮れないかもしれないんですけど、まあ、もしよかったらまた見てみてください。こんな感じですかね。めっちゃ可愛いので、また色違いもね、あと紫っぽいのと黄色っぽいのがあったので、まあ、お好きな色でやってみられるのもいいんじゃないかなって思いました。こんな感じでまたね、続きをやっていこうかなと思います。はい。こんな感じで、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。